はい、どうも、こんにちは。ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はこちらに映っている、これ、R さんの、小麦ちゃんですね。R さんの小麦ちゃんが、SSR までね、覚醒した状態なんですけど、そもそもね、その、R さんとかって、を、その SSR まで覚醒したところで、そんなに強くないんですよ。スキルもね、才能もね、最低限のことは、やりましたけど、スキルはね、スキルで、星1の、ピンクスキルまでしか取れず、で、才能もね、ピンク色のものが一切なく、みたいな感じで、強くはないんですよ。で、そのね、まあ、明らかにね、もう、初心者の人がね、こう、使うぐらい、まあ、無課金でやってって、もう、ほんと軽い気持ちでやるぐらい、の人が、まあ、当てて、まあ、その、組み込むぐらいの感じじゃないですか。まあ、キャラ数もね、もう、ガチャ、SSR とかも、それなりに持ってる人が、まあ、まず使うことのない、レアリティのキャラで、なんですよね。はい。ということでね、そのキャラを入れて、勝ち抜きマッチでどこまで勝てるのかっていうことをね、見ていきたいと思います。はい。で、まあ、打者はいつも通りのような感じ。はい。でね、キャッチャーはね、椎名ちゃんから、ケバブの、方に変えてます。なんかケバムの方に変えてますって。近藤ちゃんですね。はい。の、まあ、このキャラね、強力な、幸せのお裾分け、才能の方でね、味方全体のパワーが抜群に上昇するというような感じで、才能がすごく優秀です。はい。味方全体の、その、抜群上昇っていうのは、友知とか、まあ、浮田ちゃんとか、あの辺なんですけど、まあ、あの二人あたりは、その、条件がないんで、まあ、ベンチの端の方に置いておくような形であれば、まあ、それでもね、力を発揮するような感じなんですけど、でも、この近藤ちゃんは、キャッチャーに置かないと発動しないような感じなんで、まあ、ちょっと入れないといけないというような感じ。はい。でね、そうですね、もうとにかくね、打者が頑張ってくんないと、もう本当勝てない。で、まあ、勝ち抜きマッチの方でね、やっていきたいと思います。はい。まあね、とりあえずスキル等はね、まあ、一応最低限のものは取りましたんで、まあ、打者もまあ、それなりに、まあ、それなりにというか、いつも通りの感じなんで、まあ、初戦の方はね、多分勝てると思うんですけど、後々ね、ちょっとやべえなっていうふうには思います。はい。で、その辺がね、ちょっとどういう感じになるのか、になりますけど、はい。まあ、1、2、3戦はいけるでしょう。4戦目からはちょっと危ねえなというような。はい。もうとにかくね、こういう感じでね、大量得点をね、リードしていかないと、もう、ほんと、打ちのめされるんで。でね、こういうところで、ちょっとね、なるべくね、点をとにかくね、取りまくって、で、もう保険を作る。本当に。もうそれのみ。それにつけよ。どれだけね、もうほんと打者が頑張ってくれるかによる。もう、1点でも多くね、もう大量に得点を取る。うん。とにかくリードが必要。うん。まあね、この辺は多分ね、まだまだコールド勝ちというような感じで。で、ちなみにこの小麦ちゃんね、まあ、スタミナ値がね、高いんですよね。それだもんで、まあね、ちょっとでもね、スタミナをね、多くした状態で戦っていかないと、まあちょっとやばいんで。はい。まあね、ちょっとね、R さんなんて入れたの多分初めてかもしれないですね。始めたてでも R さんの先発ピッチャーなんて入れたことないんで。今回が初めてですね。はい。で、今何戦目かな？はい、次で何戦目？3連勝4戦目ですね。はい、こっからやばいですね。はい。やばいような気はする。さあ、どこまでいけますかね。まあ、全勝できればしたいですけど、やばいね。初回からやばかったね。はい、1点取られる。はい、5点、7点、オッケーオッケーオッケー、9点。素晴らしい。もう、1点は取られて先制されましたけど、まあ、なんとかコールド勝ちで、まあ、11点もぎ取れたということで、で、まあ、勝ったと。で、5戦目か。さあ、相手の調子はめちゃくちゃいい。はい。
まあ、先発ピッチャーがねしっかりしていればね、まあほぼほぼ勝てるような感じではある。おい、初回取られに2点で 2-3 危ないですね、危ないですね。おー、6点これはでかいですね。おー、でかいでかいでかい。やっぱね、ケバブ強いっすね。うん、パワー上げてくれるんで、まあ、長打にも、まあ、なりやすくしてくれるんで、やっぱね、それなりに、得点のチャンスがね、生まれやすいんでね。はい。ということで、最終戦までなんだかんだで来ましたね。フェスゲン、月フェスゲンがいるけど、どうしようかな。神宮寺さんか。神宮寺さんをまあ行きましょう。これで行きましょう。はい。神宮寺さんを退ければ、あと、ともっち、リリーフのともっちが、不調なので、まあ、ワンチャンあるかなというような気はしますけども、まあ、ちょっとこっちね、R3 なんで、やばいんですよね。そろそろね、もう最終戦はね、さすがに打線が強いんで、うん。はい、ホームラン。打ち込まれましたね。はい。で、打ち込まれ、アウト。なんとかアウト。2点先制されて、いきなり厳しい状況。うん。はい。耐久使用していきます。スタミナを減らしましょう。はい。で、どんどんね、投手の、パフォーマンスをね、ちょっと落としていかないと、ちょっときついんで、お、ホームラン !2 点、2対2。さすが、下口の雲ちゃんですね。うちの長距離砲、まあ長距離も短打もね、両方ともいける、もう非常に優秀なね、4番ですから、うちの。はい。なもんで、そこはひとまずね、ちょっと救ってくれましたね。うん。ナイスホームランというような感じ。お、ここは凡退ですね。素晴らしい。で、ヒットで、で、耐久を使っていきましょう。どんどん使っていきます。神宮寺さん相手なんで。スタミナが、お化けの神宮寺さんから、ヒットが出る。はい。勝ち越しです。素晴らしい。さすが UR というような感じで、ツーベースナイスで、しのくもちゃんはアウトで、全体バフがね効いてるんで、しのくもちゃんがその得点圏がいれば、まあSSS というような感じになってますけどね、パワーが。はい。で、なんかホームラン打たれましたけど、やばいっすね。はい、アウトで、さすがスタミナが結構あるんで、スタミナの持ちはまあいいかなというような感じ。はい。で、まあ、投手パフォーマンスは R3 なんで、そんなに強くない。まあ、打ち込まれてるような感じはありますけど、まあね、こっち、キリちゃんいるんで、お、ホームラン。さすが、しのぐもちゃんですね。もうね、ほんと最高。最高の活躍。やっぱね、分かってらっしゃる。やっぱ先発が弱いんで、まあ、そういうところでね、ちょっと頑張ってくんないと困る状況ではあるんですよ。で、ともっちが出てきてますね。はい。で、まあ、不調なんでワンチャンあるんですけど、まあ、ツーアウトからの、小麦ちゃんは無理と。はい、残り、3回の攻撃でなんとかね、ちょっと粘ってもらいたいですけども、はい。で、キリちゃんがいるんで、まあね、守備をね、味方で、おお、ちょっと、シンデレラハーモニー、使うの、忘れてたっていうか、スルーしちゃった。はい。で、ヒット、ツーベース、やばいです。はい。アウトで、なんとかしのぎ切りました。で、ヒットで、アウト、ヒット、OK、ナイス。1点返して、プラマイゼロですね。さっきのと。ホームラン打ち込まれる。はい。で、ヒットで、これで、ラスト、ラストっていうか、アウト。あと、1つ取れば、全力投球でいきましょう。はい。はい、アウト、OK です。勝ちました。5対7、もう、ほんと危ない。多分キリちゃんを外してたら、もしかしたら負けてたかもしれないですね。やっぱ守備が上がってるんで、まあ、バカスカ打たれるんで、また、その、守備もね、ちょっと重要になってくるとは思うんで、まあ、一応、なんとかね、まあ、勝てたというような感じですけど、まあ、打者がね、まあ、それなりに、まあ、強ければ、勝ち抜きマッチでは、まあ、ワンチャン勝てるというような感じで、はい。印象はありましたけど、まあ、なんとかね、しのくもちゃんが、ホームラン2つも打ってくれて、まあ、打点数も4というような感じで、まあ、活躍してくれた甲斐もあり、まあ、そうですね、なんとか打線の方が意外と頑張ってくれたかなというような、気はします。はい。で、まあ、打席結果でもう敵のヒットがすごい。こっちのヒットより。はい。
まあそう、まあそうですね、まあ5失点、まあ奪三振1で被安打16、まあし、まあ、まあまあって感じじゃないですかね。まあ頑張った方だと思います、まあ A ランクの相手に。はい、ということで、今日は、R さんの選抜ピッチャーを入れて勝ち抜きマッチに挑んでみたでした。バイバイ。